こんにちは、花山さん。今回はですね、過程が大事なのか結果が大事なのかっていうことについて、まあ明らかにしていこうかと思います。私ははっきりと考えてますけども、それは結果が大事なんですよね。結果ありきなんですよ、全ては。じゃあ結果って何かっていうと、ビジネスをしてお金が稼げたかどうかっていうこととか、何かね、人とコミュニケーションとって、なんか幸せをもたらしたかどうかとかね、まあいろんな結果ってあると思うんですけども、じゃあ結果を無視してね、過程だけを美化することってできないと思います。つまりは、まあ結果がしっかりとしたものになってですね、満足のいくものになったり、完成度が高いものにあるからこそ、過程ってのが美化されると思うんですよ。で、もう一つ言えるのは、結果が思わしくなかった時、過程を大事にする。そこで生きていきます。結果が思わぬ結果になった時ね、良くなかった時に、過程をきちんと整理することによって、どこに落ち度があったのかってことがはっきりと分かる。どういうふうに過程を整理していけば、次の結果に結びつくのかってことが反復できるんですよね。要するにこれ、プランドゥーシーチェックができるんですよ。そういう時には過程が大事になってきます。ね、そして、しっかりとした過程に基づいて、しっかりとした結果が出る。これも変わんないと思います。ですから、過程をおろそかにして、いい結果が出るってことは、これないんですよ。これが出ることっていうのは、奇跡とか天変地異みたいなことなんですよ。だからそういうふうな、千載一遇の例をとってですね、過程をおろそかにして、いい結果だけを求めるとか、運任せにしてみるとか、これもすでにギャンブルであり、ビジネスでも何でもないんですよね。まあ、ですので私はね、重ねて言いますけども、絶対に結果なんですよ。で、結果を大切にしようと思ったら、過程を大切にしなければ、その結果に結びつかないってことが分かると思うんですよね。まあ、ですんでね、結果だけじゃないよと、過程が大事だよっていうのは、他者に対しては慰めの言葉としてあるでしょう。しかしですね、自分に対しては、いや、過程は良かったんで、結果に関わらず、これは良かったんだっていうような自己正当化。これはないですね。自己肯定感は。こういう意味での自己肯定感はないです。コンサートをやっても、お客さんが10人だったら、それは不成立なんですよ。もちろん10人の方には感謝ですよ。でも、本来だったら、50人、100人を埋めれて、来ていただいた10人を、もっともっと楽しませたはずなんですよ。まあ今はね、感染症の影響でちょっとわかりませんけども、まあ岡山のペパーランドでライブをやったことが、私も何度もあります。それこそ毎月やってました。最初は本当にね、10人以下のちっちゃい本当お客さんだったんですよね。で、対バンをしてもあんまり埋まらなかったんですよ。対バンをしてもね、やっぱりね、50人ぐらいが限度でしたね。だからそれぞれ集客力のないバンドが集まって、やっと50人なんですよ。だからきつかったですね。で、そういう関係ですから、あ、このバンドいいなっていうのにも出会いませんでした。向こうもそう思ってたと思いますけどね。ただ力をつけてね、いろんな学校で、それこそ岡山中の大学とかね、専門学校でコンサートをずっとやってきました。学園祭にも呼ばれるようになりました。で、それを一回りしてライブハウスをやった時っていうのは、最終的にはね、単独で70人まで集めることができたんですよ。だから思います。最初から来てた人は、そのバンドの人気に応じて、活動に応じてファンが増えていくところをずっと見てきてくださった。俺たちは最初のファンだから、私たちは最初の頃からいたからっていうふうに、多分その10人前後のね、初期のファンの方は、最終的に鼻が高かったんじゃないかなと思うんですよ。それでね、まあ、コンサートの、なんかこう、いろいろ受付をやってくれたりね、会場整理をやってくれたり、お手洗いの案内をしてくれたりとかね、ファンの方がそうやって、新しいファンの方を大切にしてくれたっていう流れができましたね。だからこれもだから、結果がしっかりと出たからだと思いますし、結果をしっかり出すために過程をしっかりとしてきたからだと思うんですよ。まあ、ですので今回まとめますけども、結果だけじゃないよ、過程だよっていうのはね、他者に対しての慰めの言葉としてはあるでしょう。でもそれを自分に向けた瞬間、単なる甘え、手抜きになってきます。そうにもなさず、過程をしっかりやってればしっかりとして結果が出るんですよ。だからどんな練習、トレーニング、お金を稼ぐための知識、おろそかにせずに、それこそね、1円の重みってのは、それは莫大ですよ。ちょっと一つの例を申し上げますね。久保さんにとっては、10万円なんて大したことないでしょっていうふうなことを言う人がいます。こういう考えの人はね、絶対に稼げないですよ。だって、他者のお金を軽んじてるわけですよ。ビジネスってのは、
他者のお金をいかに自分のところに引き寄せてくるかっていうことも含まれてますよね。他者のお金を軽んじて、あなたの10万円は大したことないでしょって言った瞬間にもう終わりですよね、そんな関係は。で、他者のお金は大事ですよ。自分のお金も大事ですよ。そしてね、私はこう思います。私は多少今お金に自由度が高い状態です。それはですね、どんな1円もバカにしなかったからなんですよ。どんな1円でもどんな10万でも大したことないでしょっていうふうに語りかけることはなかったですね。500円だろうと1000円だろうと非常に重みのある、そこにはね、血がにじみ混じったお金だと思ってるんですよ。だから1円だろうともうポトンと落とした時にすぐ拾いますね。私はお金落ちたみたいな感じでね、それこそ大慌てで拾います。そのぐらいの気持ちがなければここまで来れないですよ。100円の商品、1000円の商品、1万円の商品、たくさん商品作りましたけども、その全てがね、私の恩人です。そういう気持ちでここまでやってきましたけども、お金に関して花井玲茂さんはどのようにお感じでしょうか。そして結果か過程が大事、これは何かね、花井玲茂さんなりのコメントがあるでしょうか、ということを再度お聞きしたいかなと思って今回の動画を締めさせてもらいます。そして余談ですけどもね、一皮むけるむけないって結構グッとくる返答に困る問いだったでしょ。でブレインバスターで脳が一個壊れたってことだと思いますよ。はい、ということでね、本日は以上でございます。ありがとうございました。